阪神岡田監督しんどいわ。日本生命線パポー流線ロッテ01阪神3回戦ロッテ2勝1敗2日ソゾマリンスコアボードに9つ目のゼロが並ぶのを見届けるとようやくほっと一息つけた。最後までマウンドを託した才木が1点を守りきる。阪神岡田彰布監督66は勝利のハイタッチで喜びを分かち合った。しんどいは百戦錬磨の故障でも真摯に疲労感の残る白星までの道のりだった。打線を大改造した1日のロッテ戦 GOGO マリンと同じ起用法は4番近本9番梅野だけ1番に森下3番に渡辺など2日連続で積極的に動き打順を入れ替え野手もチェンジ。あの手この手で流れの活性化を目指した。守備や姿勢での評価はあるにしても大山選手は一度ファームでもいいんじゃないですかね。決して嫌いではなくとても好きな選手なのですが、だからこそ最短でも構わないので一度リフレッシュの意味も込めてファームで調整して帰ってきてほしいと思います。一番しんどいのは毎度毎度1点2点しかない中で投げている投手陣。昨日も才木だから9回まで投げ切ってくれたけど、才木も神経すり減らしながら長いイニングの投球が続くと蓄積疲労が来る可能性もある。リリーフ陣も疲弊気味になってきてるから、やっぱり得点数を増やしていくしかない。これから甲子園で調子がいまいちな西武楽天と6連戦、先発が揃ってきたので6連勝もあり得る。先頭が出てしっかり遅れれば勝機はある。昔ながらの面白くない野球だけども、昔ながらの面白くない野球大歓迎。頑張れタイガース。スタメンの一番森下は結果出したけど、ミエセスがやらかした時は天を見上げましたわ。才木と最後まで交代しなかったのも正解でしたね。下手すりゃ千葉で3連敗、うまくいってたら3連勝の紙一重遠征でした。見てる側も疲れましたわ。大山もだんだん評価が下がり始めましたね。去年なんか冷静に見れば大した働きしてなくとも4番としては物足りなかったが、評価はあまり下がらなかった。しかし今シーズンはまだ一度も好調期になっていないし、2割割りそうな打者になり下がってしまいましたね。誰か一人だけでも良くなればな。となるとやっぱり大山なんよね。大山が250ぐらいまで上がるだけでも全然違うし、今の状態だとどれだけ甘い球が来ても長打にならないなというくらい弱いスイング。怪我の影響なんだったらいっぱい抹消して休ませてあげるべきなんだろうけど、大山自身が訴えない限り岡田監督は決断しないのかな。大山は絶不調なんだけど、守備での貢献度は高いから守備重視の岡田監督からすると2軍に落としにくいんだろうな。ロッテ戦もショート版すくったりと簡単そうに見えて難しい送球も処理してるんだよね。もう大山選手は1軍のスタメンに起用する状態ではない。一度抹消してどこか体悪いなら治させた方がいい。大山選手本人はどう思ってるのか、こんな状態で出場し続けてチームの足を引っ張ってるって認識はないのだろうか。この貧打線にメスを入れて解体的組み替えをしてもいいと思うんだよね。それに去年の監督ならダメなやつはバシバシ2軍に落として2軍の良いやつを引き上げて活性化を促してきたと思うのだが、今年はどうもその気配が今一つ感じられないし、監督自身が何か迷っているようながんじがらめになっているような、制裁を欠いているような気もするんだよね。大山はこれが実力ということで OK ですか？コンディション不良からこの成績ならまだ理解できますが、それでもないならこれが実力ってことで OK ですね。そういう使い方してますよね。シーズン終わった後にあの時は痛いのを我慢してとか聞きたくないですからね。大山を2軍に落とせるならとっくに落としているだろう。一塁が守れて大山より打てるやついるか。原口だけやろ。 DH で原口使ったらあとおらんから変えられへんのやないか。三塁も同じやけどな。大山まで外したら暗黒時代の打線となんら変わらないよ。2軍でも超低打率な島田をモデル上げて、ミエセスも未だ無安打なのに使って打たずいきなりエラー。大山も絶不調なのに試合に出し続け、近本4番とか迷走してたらそらしんどいやろ。島田をモデル、ミエセスは1軍で未だ0安打、なんで入れ替えしない？意味がわかりません。しんどいってその状況を招いてるのは監督であるあなたでしょう。いつまで経っても特定の選手しか使わずここまでズルズル来たんだから、2軍ですら打ててない島田小野寺ミエセスが1軍で試合に出てるとか、2軍で結果残してる選手に失礼だし恩返でしょう。前川選手は相手投手の左右関係なく使ってほしい。小野寺選手を使うなら打順下がった大山選手のところで良いと思います。大山はもう限界ですな。打率も2割を切ってしまい、調整というより休養が必要なのでは。昨日は森下と近本しかヒット打ってませんからね。他の投手なら負けてたでしょう。もう打順安田メンダレにするか、ベンチワーク云々以前のレベルですね。小野寺もミエセスより信頼されてないのもよっぽどだな。なんであげたのか謎でしかない。岡田さんは買い殺しの趣味でもあるんかな。ほんとよくわからんわ。見てる側は1割台バッター左右病お笑い外人糸原前川 W 連続交代 DH 解除しんどい週末でしたわ。そりゃそうでしょうね。起用に応えれない選手も良くないですが、そんな選手たちばかり起用する監督も監督ですよ。
2軍のチーム打率は14球団1位なのに3割前も打ってる選手上げずに2割ちょいの見えせそうのでは島田上げてしんどい、ワーホすぎる。今年は打撃の迫力がもう一つ、近本以外は成績落としとるんちゃう。楽になりたいんなら打率199の一塁手を外せばいいのに。そら今度は桁変の並べたらしんどいよ。はっきり言うてわざわざ下でも打ってないのを選んでな。結局な、日曜日しか勝てんかもしれん。フロント何とかしてよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。